中京テレビと読売新聞社の合同出口調査によりますと、大村さんは7割の得票が予測され、他の候補を引き離し4期目の当選を確実にしました。大村さんは経済と産業を強くして雇用を増やすなどと訴え、幅広い支持を集めました。率直にありがたく嬉しい気持ちでいっぱいであります。家計支援から中小企業対策、農林業業者の皆さんへのですね、そうした支援をまた引き続きしっかりとタイムリーに講じていきたいというふうに思っております。環境あるいは気候危機ということがそれほどまだ身近には感じられていない現状はありました。午後8時現在の投票率は 23.23%、 前回2019年の同じ時間と比べて 1.38 ポイント低くなっています。一方、昨日までに期日前投票を済ませた人は有権者全体の 12.01% で、前回と比べて 2.15 ポイント増えています。中京テレビでは愛知県知事選挙の特別番組を今夜25時25分から放送します。